こんにちは、カオルンです。本日はビクターブランドから新しいワイヤレスイヤホンをね、紹介していきたいんですけれども、ちょうどね、2年前ぐらいですかね、FX100T、こちらをね、紹介していったと思うんですけれども、こちらね、音重視で、値段もね、1万2000円ちょっととか、でね、そんなにね、高くなくて、ちょうどね、手を出しやすいっていうところでね、紹介していきました。今回はこれのね、音が進化し、さらに面白便利機能もついていて、ノイキャンもついていて、アプリもね、対応したというところのね、イヤホンが出ましたので、ご紹介をしていきます。それがこちらです。ドン!ビクターの HAFX150T でございます。イエイ。皆さんね、結構レビューされてる方いらっしゃると思うんですけれども、僕のね、独自の視点でね、紹介をしていきたいと思いますし、あとはね、皆さん気になってるであろう過去のね、ビクターのワイヤレスイヤホン HAFX100T、 HAA30T、 こちらともね、比較をしていきます。それではまずは基本スペックからね、サクッと見ていきましょう。どうぞ。はい、基本スペック行ってみたいと思います。まずはね、値段が 18,700 円というところで2万円弱、そしてね、色がブラックとブロンズのね、2種類となっておりまして、こちらのね、色はですね、なんとビクタースタジオのあのね、建物の中のね、感じをね、モチーフにしたね、色合いとなっております。ドライバーユニットの攻めにね、空間を確保することによってね、広がりのある低音と、さらにね、ワイドレンジ、いろんなね、音域をね、幅広く出すことが可能となっています。イヤーピースはね、ビクターがよくね、出しております、スパイラルドットのこちらの最新シリーズのね、プロを使用しておりまして、従来のね、この穴をね、使ってね、ノイズを除去するね、効果に加えて、形をね、効率化することによってね、さらにノイズのね、除去する効率を上げましたよという内容になってます。片耳は 4.4g というところで、これね、ブドウの約1粒というところでめちゃめちゃ軽いです。コーデックは SBC と AAC の2種類。そしてね、サウンドモードがね、なんと6種類追加されております。フラット、そしてバス、そしてクリア。これはね、ボーカルを強くしたモードですね。あと、プロのね、ビクタースタジオのエンジニアの方がね、チューニングをしたプロフェッショナルモード。こちらがね、3種類入っております。こちらのね、ビクタースタジオのエンジニアさんたちはですね、なんと桑田佳祐さんだったりとか、さらにスマップ、なにわ男子ね、最近ジャニーズとしてデビューされたなにわ男子さんなんかもね、プロデュースをしている方々3人がね、作っておりましてね、めちゃめちゃすごいです。一つ目がね、ボーカルとかね、歌詞をね、際立たせるようなね、リッチ感を持たせたチューニングとなっております。二つ目がね、昔の曲のね、ちょっとね、劣化してしまった音源でもちょっとね、リッチ感というかね、こう今でもね、聴けるようなね、クオリティに上げる仕様となっています。三つ目、こちらはね、普段聴く音楽の音源、こちらをね、モニターライク、要はね、よくレコーディングをされる方、僕もしますけど、そういう方にとってそのままね、原音のままでね、聞くことができるチューニングとなっています。さらにこちらも注目ポイント、ノイキャンが搭載されております。あとは外音取り込み機能も対応しています。そして低遅延モードを搭載、あとはね、ボリューム操作が92ステップ行えるというところで、通話の方はですね、片耳ずつでもね、使えるようになっておりまして、さらにね、マイクミュートで1分間ごとにね、そのミュートしていることをお知らせする機能も入っています。連続再生時間は ANC を使っている時は 7.5 プラス 9.5 の合計17時間となっています。充電ケーブルはタイプ C を採用しております。そして防水機能として IPX4 となっています。タッチセンサーをね、採用しておりましてね、軽いタップでボタン操作ができます。あとはですね、マルチポイントにはね、ちょっと対応していないんですけれども、今回はね、アプリが対応されているというところで、後で紹介していきます。さあ、ズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。まずね、ケース周りですね。こちらね、こうゴールドっぽさがあるね、色となっておりまして、ビクターブランドのね、この高級感というか、大人っぽさが感じられるね、デザインとなっています。ケースをね、開けると黒っぽいデザインとなっておりまして、ビクターのね、ロゴもこちらに入っております。イヤホンの方ね、取り出していきますと、こちらもケースと同様に、ゴールドの色と、そして黒のね、色合いがね、合わさった大人っぽいデザインとなっております。でね、ちょっとした雑学なんですけど、前回の FX100T、こちらと比べてもらうと、大きさとか重さっていうのはね、あんまり変わってないんですよね。で、重さはね、非常にね、軽いので全く問題なくって、デザインがね、若干こう、真っ黒というよりはね、丸みを帯びて、そしてちょっと楽しい感じのね、デザインとなっています。
ケースの方はですね、100T の時は大きかったんですけれども、今回は A30T とほぼね、同じ大きさになって非常に軽くなったので、持ち運びやすくなったと思います。はい、付属品の紹介行ってみましょう。左から行きましょう。まずイヤーピースですね。こちらがなんと今回5種類付いております。スパイラルドットプロがね、5種類付いております。あとは充電ケーブルのタイプ C、そして取扱説明書となっています。はい、ズームしてみるとこんな感じですね。結構ね、おしゃれな感じだと思うんですけれども、非常にね、軽くて、そして付けてる感じがね、あんまりしないですね。なので痛くなくてね、そして疲れにくいという感じになってます。落ちやすさっていうのも、イヤーピースがね、5種類付いていますから、それをね、しっかりフィットするものを選べば落ちるっていうことは全然ないと思います。さあ、ここがね、肝心のね、ポイントになってきます。音ですね。まずね、結論から言いますと、非常にね、間違いなくいい音質だと思います。上位機種のね、FW1000T のようなね、あったかさとか滑らかさっていうのはないんですけれども、FX150T の方はですね、しっかり音がね、はっきりと明瞭に聞こえて、あとはね、音場も感じられる仕様となっています。FX100T の時がですね、結構ね、低音が強めのいい音っていう感じだったんですけれども、それがね、A30T ですっきりして、さらに 150T ではね、さらにすっきりしてね、聞きやすくなったといった感じでございます。でね、サウンドモードの方を切り替えていって、バスの時はね、100T に近いような、ちょっと低音強めな感じで、クリアの時はフラットと比べてね、ボーカルが前に出ます。でね、プロフェッショナル1の時は、このね、クリアの感じのボーカルが前に出てるのに加えて、周りがね、ちょっとリッチ感になるような音になっています。プロ2の場合はですね、このプロ1でね、あったね、リッチ感、周りのリッチ感とボーカルが前に出てるっていう感じが、ボーカルも含めて全体的にリッチ感が出るようになっています。プロ3はね、先ほどもお話しした通り、モニターライクな音となっています。まあ、個人的にはね、こう気持ちがスッキリしている時はプロ3でね、はっきりと聞いて、そしてね、こう音をね、しっかり味わいたいっていう時はプロ2を使うかと思います。さあ、そしてね、ここも大事ですよ。ANC、ノイキャンとね、あと外音取り込み機能となっています。まずね、ノイキャンの方ですね。こちらは周りのね、音、一定のね、音に対して結構ね、効果を発揮してくれると思います。まあ、例えばね、電車のね、ガタゴトのね、ゴーっていうね、低音の音とか、あとはね、エアコンの音なんかもね、結構一定音なので消してくれます。でね、ここら辺はね、低音に対してね、強いといった感じなんですけれども、高音のね、こう、周りがね、人がいっぱい喋りまくってるね、食堂とか、あとね、椅子をこう引いたりしてる音、ああいう音に対してはね、キーキーっていう音に対しては、なかなかね、難しいと思います。外音取り込み機能に関してはね、過去2つのね、機種と比べてもめちゃめちゃ優秀ですね。だいぶね、マイク音がね、こう、ノイズがね、軽減されていて、自然にね、周りの音を拾ってね、自分の声もね、通りやすくなりました。なのでね、結構レジとかでね、外音取り込み機能をオンにしたまま、イヤホンつけたままね、話しても結構聞きやすかったりとか、自分でもね、話しやすかったりすると思うので、ここはね、個人的にグッドポイントでした。さあ、アプリも見ていきましょう。今後ね、こちらはアップデートされていくので、まずね、現時点の撮影した時点での機能について皆さんにお伝えしていきます。まずね、上の方にあるね、モデルのね、この図ですね、絵ですね。こちらが自分の買ったね、ブラックかブロンズによってタップしてね、変えることができます。あとはね、イヤホンでね、操作ができるマイクミュート、ボリューム、そしてノイキャン、外音取り込み、低遅延、あとはですね、サウンドモード。こちらもね、アプリからね、いろいろ切り替えることができます。でね、ここら辺はね、意外と普通だったりするんですけれども、この後ですね、ここがちょっと面白いです。まずね、ボリューム操作は92段階できると言ったんですが、押し続けてね、変わっていく時のね、感じを、このアプリからね、ボリュームバーから見れたりするので、ちょっと見ていってください。最初の方はゆっくり上がっていって、いきなり最後ガーッと上がって、またね、戻る時もね、下げる時も同じような感じで下げることができます。このね、細かい設定ができるボリューム操作っていうのはね、皆さんね、好みがあると思いますので、ぜひね、教えてください。あとはね、ボイスプロンプト、ビープ音、そしてね、LED なんかがずっと光ってたりとか、あとね、毎回ボタン操作するたびにね、鳴るっていうのはね、ちょっとやかましいっていう方もね、いらっしゃると思うので、ここをね、設定をオンにすることによって、ずっと鳴ってほしくないとか、光っているっていうのをね、抑制して最低限のところだけね、機能してくれるようになります。これがね、便利なので、ぜひ皆さん使ってみてください。
あとはね、タッチセンサーってね、結構反応するじゃないですか。なのでね、こうつけるときに触っちゃってね、押しちゃったみたいなのがね、あると思うんですけれども、これをね、タッチ操作を無効にするっていうね、機能もあるので、こうね、煩わしいっていう方にとってはね、便利かと思います。アプリの方はですね、今後アップデートがね、ある程度繰り返されてね、まとまってきたらね、またね、一つの動画として出そうと思いますので、ぜひね、皆さん楽しみにしててください。はい、こちらがね、HA-FX150T をね、使ってね、マイクテストをしております。どうでしょうか？音の方はちゃんと聞こえていますでしょうか？おそらくね、ちゃんと聞こえてると思います。チェックしてみてください。マイクテスト。はい、ということで今回はね、ビクターブランドからね、新しい完全ワイヤレスイヤホン HA-FX150T を紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあね、前回出ました 100T そして A30T のね、いい音っていうのはね、しっかり引き継いで、さらに面白機能、そしてノイキャンもついてて、そしてアプリにもね、対応したというところで、非常にね、満足のいく製品だと思います。個人的にはね、外音取り込み機能、こちらのね、性能が上がったのがとってもね、グッドポイントでした。普段ね、1万円とか1万円ちょっとのね、イヤホンを使っていてね、そろそろ買いたいっていう方はですね、ちょうどね、手を出しやすい1万8000円、そしてね、Amazon だともう少しね、安いと思うので、手が出しやすいと思うので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。詳しいね、150T の製品情報を下のね、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネルね、チャンネル登録者1000人をね目指してね、コツコツ頑張っていますので、ぜひね高評価つけてくださる方、チャンネル登録もよろしくお願いします。応援お願いします。それではね、また次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。